ご視聴ありがとうございます。今回は、史上初の CD-ROM が搭載されたゲームマシン、PC エンジンの CD-ROM ROM の登場、そして、ハドソンの悪戦苦闘のゲーム開発についてご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。PC エンジンの周辺機器である CD-ROM ROM は、世界初となる CD-ROM ドライブを搭載した、家庭用ゲーム機として誕生した、夢のマシンなんだ。すごいですね。CD-ROM ROM は、世界初のゲーム機だったんですね。そうなんだ。でも、史上初ということは、別の見方をすると。この最新技術を利用して、ゲームの開発を、したことのあるソフトハウスは、世界中で、まだ存在していないということなんだ。だから、このマシンのゲーム開発の、中心になる、ハドソンにとっても、全く、未知のプラットフォームだったんだ。まさに、前人未到の、未開拓機への挑戦というわけですね。そうなんだ。そのため、ハドソンの開発部隊は、このマシンのゲーム制作で、悪戦苦闘を繰り返すことになり、そして、一度は、この最新技術の壁にぶち当たり、絶望の淵まで、追い込まれることになるんだ。さすがに、技術者集団である、ハドソンといえども、最新技術の壁は、厚かったということですね。しかし、そんな、絶望的な窮地の中でも、ハドソンのゲーム開発陣は、やがて、光明を見出すことになり、そして、この CD-ROM ROM は、PC エンジンにとって、ライバルの家庭用ゲームでは、真似できない、名作タイトルを、次々と、発表することになるんだ。おお、さすがは、ハドソン。今回は、そんな、世界初の CD-ROM による、ゲーム開発の、悪戦苦闘の物語を、ご紹介させていただきます。PC エンジンの、CD-ROM ROM の発売。1987年の、秋に、NEC と、ハドソンの共同開発により、PC エンジンが発売されると、アーケードゲームのような、高速で、圧倒的なグラフィック性能により、R タイプなどの、名作シューティングゲームが、発売されるなど、やがて、PC エンジンは、多くのゲームユーザーから支持されるようになるんだ。そして、翌年の、1988年12月に、PC エンジンの周辺機器として、発売されたのが、この CD-ROM ROM なんだ。おお、ついに、CD-ROM ROM の登場。でも、この周辺機器は、発売当初には、出荷台数が伸び悩むことになるんだ。あらー、夢の、CD-ROM プラットフォームがー。このマシンが、当初苦戦してしまった、その最大の理由は、この商品の恐るべき、発売価格だったんだ。CD-ROM ROM の、値段が高かったってこと？そうなんだ。このマシンで、ゲームを楽しむためには、3つの商品を購入する必要があり。3つの商品？そう、それは、PC エンジン本体と、CD-ROM ドライブ、そして、インターフェースユニットが必要だったんだ。本体と、CD-ROM ドライブと、ユニットの、3点。そう、この3つの商品を組み合わせて、初めて、CD-ROM ROM で、ゲームが楽しめるようになるんだ。それで、この商品の、値段が、とんでもないことになっていて。NEC さん、この CD-ROM ROM は、おいくらなんですか？はい、59,800 円でございます。ええ。もし、PC エンジン本体を、お買い上げいただいていない場合は、本体のご購入も、よろしくお願いいたします。おお、すごいお値段ですね。そう、当時、CD-ROM ドライブと、インターフェースユニットは、別売りで発売されていて、この2つを買い合わせると、なんと、59,800円。ひえー。PC エンジン本体も購入したら、85,000円の高級ゲーム機になってしまいますね。ちなみに、この CD-ROM ROM が発売された頃は、消費税がない時代でございましたから。それとは別に、CD プレイヤーには、音響機器扱いということで、物品税がかけられていました。物品税？はい、そのため、課税される、CD-ROM ユニットが、32,800 円と、そして、非課税である、インターフェースユニットは、27,000 円となり、別売りでの発売となっております。ややこしいですね。申し訳ございません。しかし、お客様、1989年4月から、消費税が導入されたことにより、一律で税金がかかるようになりましたから、この商品は、セット売りに変更させていただきました。それで、おいくらなんですか？ 57,300 円で、発売させていただいております。それにしても、6万円近くする、周辺機器とは、お財布にだいぶ、厳しいハードですね。ちなみに、CD-ROM ROM に必要な、システムカードは、別売りではなく、このセットの中に同梱されていました。でも、日本で初めて、CD-ROM ドライブを標準搭載した、富士通の FM タウンズは、30万円以上もしたからね。そうですよね。当時は、まだ、CD そのものが、まだ高値の花の、時代ですからね。パソコンに比べれば、この CD-ROM ROM は、NEC さんが、相当頑張った、お値段だったんでしょうね。はい、実は、このハードでは、儲けはございませんので、ぜひ、ゲームソフトのご購入を、よろしくお願いいたします。ここで、CD-ROM ROM で採用されている、ゲーム媒体の、CD-ROM について、
少しご説明させていただきます。当時、CD-ROM に代表される、光学メディアは、最先端の技術であり、まさに夢の、大容量媒体だったんだ。この頃は、データ媒体といえば、音楽を聴くには、カセットテープですし、パソコンゲームは、フロッピーディスクが主流で、そして、家庭用ゲーム機は、ROM カードリッジの時代でしたからね。そうだね、この頃、CD-ROM を開発した、ソニーは、この CD-ROM は、LP レコードなどと違い、非接触のため、半永久的な寿命があります。そして、540MB という、大容量の、夢の媒体なんです。というのが、売りだったんだ。半永久的に、利用できぬ、大容量の、夢のテクノロジーだったんですね。ちなみに、CD-ROM は、半永久的な媒体ではなく、材料である光ディスクの、経年劣化があるため、現在は、10年から20年くらいが、寿命だと言われています。ということは、保有している、CD-ROM のゲームタイトルは、念のため、バックアップしておいた方が、いいかもしれませんね。当時、雑誌に掲載された、夢のマシン、CD-ROM。ここで、この CD-ROM が、発売された頃に、どのような夢のマシンだったのかというと、この時代に、コロコロコミックに掲載されていた、PC エンジンの、CD-ROM の特集記事では、PC エンジンの周辺機器である、CD コンタクトディスク、超メモリーシステムの登場。この夢のマシンである、CD-ROM は、君の PC エンジンにセットすることで、この、超巨大なメモリーで、ゲームをプレイすることができるんだ。例えば、この CD1 枚の容量で、君の持っている、すべてのゲームソフトが、丸ごと入ってしまうような、すごいマシンなんだ。ということが、掲載されていたんだ。この記事の、超メモリーシステムって何ですか？実は、この頃、この記事を掲載した、コロコロコミックの編集部も、最新の技術である、CD-ROM のことが、よくわかっていなかったんだ。そのため、家庭用ゲーム機で採用されていた、ゲーム媒体である、ROM カードリッジと似たようなものでしょう。と理解していたため、この特集記事では、超メモリシステムという表現になってしまったんだ。それにしても、今まで発売された、すべてのゲームが入ってしまうというのは、すごいですね。そう、CD-ROM で扱える、データの容量は、なんと、540MB もあったからね。540MB って、どれくらいの容量なの？これは、当時、家庭用ゲームとして人気だった、ファミコンや、セガマーク3などで採用されていた、ROM カードリッジと比較してみると、この頃、ROM の容量は、128から 256KB くらいだったから、その一方で、CD-ROM は、なんと、540MB もあるからね。ということは、この CD-ROM の容量なら、ファミコンのゲームソフトが、2000本以上も、入ってしまうということですね。そうなんだ。CD-ROM は、圧倒的な、大容量のゲーム媒体だったんですね。そう、このマシンは、当時としては、無限の容量を誇ると、思えるほど、画期的な、夢のゲーム機だったんだ。ちなみに、この頃の、CD-ROM の企画では、まだ技術の黎明期ということもあり、利用できるデータの最大容量は、540MB まででしたが、現在の CD-ROM は、技術の進歩により、650MB と、700MB の、2種類のタイプが、一般的な規格になっています。この夢のような大容量媒体も、データのバックアップや、音楽などを楽しむには、便利な商品なんだけれど。しかし、これがゲームの媒体として、利用するとなると、そう簡単に扱える品物ではなかったんだ。音楽を利用する場合は、便利だけれども、この媒体で、ゲームを楽しむ場合には、何か、課題があるの？そう、この CD-ROM を、ゲームソフトとして利用した場合、どのようなことが、大変なのかを知るために、この最新技術が、どのような仕組みで動作しているのかを、少しご説明させていただきます。まず、この CD-ROM は、PC エンジン本体と、CD-ROM プレイヤー、そして、この二つを接続するための、インターフェースユニットを組み合わせることで、ゲームが、遊べるようになっているんだ。補足として、PC エンジン本体へ、同封されている、システムカードも差し込んでくださいね。そして、このマシンが、内部でどのように動いているのかというと、ゲームをプレイするために、CD-ROM プレイヤーに、ゲームソフトをセットして、電源をオンにすると、このプレイヤーの光ディスクからゲームデータがシステムカードに内蔵されているラムに読み込まれ、そしてそのラムを通して PC エンジン本体が演算処理を行い、その結果インターフェースユニットからテレビ画面にゲームが映し出されるという仕組みになっているんだ。そしてこのマシンでゲームを快適に楽しむためには2つの重要な性能を押さえておく必要があるんだ。CD-ROM で重要な2つの性能？そう、一つ目が、システムカードに内蔵された、ラムの容量と、二つ目が、CD-ROM プレイヤーの、読み取り能力なんだ。一つ目が、ラムの容量と、二つ目が、プレイヤーの、読み取り能力。そうなんだ。特に一つ目の、ラム容量が、とても大切なんだ。システムカードに内蔵されている、ラムは、
540MB のゲームデータの中から、その時必要なデータを一時保管する重要な引き出しということですね。そうなんだ。ということは、このマシンでゲームを快適に遊ぶためには、RAM の容量がなるべく多い方がいいってことですね。そう、ところが、この CD-ROM-ROM は 540MB という膨大なデータ容量を詰め込むことができるのにも、かかわらず、この RAM 容量は、なんと、64KB しかなかったんだ。64KB? それは、540MB のデータを 64KB という小さな容量の RAM に移動させながら、ゲームを動作させなければならないということですか。どういうこと？例えば、この CD-ROM を 540MB という巨大な海の水だと考えた場合、この大海原である CD-ROM という大容量のデータを RAM という小さなおちょこですくいながら、データを頻繁に送り出して、初めてゲームが遊べるということになるんだ。そんなぁ。そのため、ゲームをプレイしている最中に、新しい情報が必要な場合は、RAM を経由して、CD-ROM に、頻繁にアクセスしに行くことになるんだ。ということは、この CD-ROM-ROM で、ゲームをプレイすると、どうなるの？そう、ユーザーがゲームを楽しんでいると、頻繁にロードを繰り返すことになってしまうんだ。そうなると、まさに、ロード待ち地獄に陥ってしまうことになりますね。あらぁ、ハドソンは、CD-ROM-ROM の発売前に、このことに気づかなかったの？当然、ハドソンのゲーム開発をしていた最前線の開発部隊は、もちろん、このことに気づいていて、このRAM問題について、CD-ROM-ROM が発売される半年前の1988年春に、社内では、ゲーム開発チームと CD-ROM-ROM 開発担当者との話し合いが行われていたんだ。この打ち合わせでは、開発チームの代表として、桃太郎電鉄を開発していた、飛田さんや、R タイプの移植を担当した、泉さんなど、当時、ハドソンの第一線で活躍していたプログラマーたちが参加し、そして CD-ROM-ROM の開発の責任者として、このマシンの引率者でもある中本真一さんも出席しての打ち合わせが行われていたんだ。ハドソン社内での CD-ROM-ROM 開発についての打ち合わせ。中本さん、今年発売予定の CD-ROM-ROM についてお願いがあるのですが。何でしょうか？はい、実はこのマシンの RAM の容量をもっと大きくしてもらえませんでしょうか？システムカードの RAM が 64KB では少なすぎますし、いくらデータ容量が大容量であっても、それに比べてあまりにもメモリ容量が少なすぎますよ。飛田君の言いたいことは十分わかっているのだが、しかしだな、ただでさえ採算ギリギリの価格で発売するマシンだからな。それに今は RAM の容量が高騰しているし、これ以上容量を増やすとハードの値段がさらに跳ね上がってしまうんだよ。中本さんの言うこともわかりますけど、しかし、最近のゲームは、プログラムも、一度に扱うデータの量も、どんどん大きくなってきていますし。まあ、そうだな。まして、今回発売する、CD-ROM-ROM のデータ量は、540MB の大容量ですよ。それに対して、RAM は、64KB しかないんですよ。これでは、今開発しているゲームソフトの、半分程度しかありませんから。このままじゃ、とてもこのマシンでゲームの開発は、できませんよ。中本さん、せめて、現在の倍の、最低でも、128KB は欲しいです。困ったな。ということで、開発部隊と、CD-ROM-ROM の引率者である、中本さんとは、論争に、論争を重ね、大揉めした挙句。最後に、このマシンの責任者が、決断した結果は、64KB に、決めちゃいました。あれー。なぜ、ハドソンは、CD-ROM-ROM のRAM容量を、こんな、少ない仕様で決定したんですか？それは、もちろん、半導体の価格が高騰していて、RAM 容量を増やすことで CD-ROM-ROM の値段が上がってしまうことも理由ではあったんだけれど、実はもう一つ理由があったんだ。もう一つの理由？そう、それはハドソンがパソコンソフトの開発に精通していたからなんだ。ハドソンはパソコンのソフトウェアを日本で初めて販売した会社でもありますし、その高い技術力でパソコン業界では一目置かれる存在のメーカーでしたからね。そう、実はこのメーカーのパソコンソフトの開発経験から、メモリが 64KB だろうと、フロッピーディスクのように CD が使えるならば、我が社の技術力なら、なんとか、なるのでは、と考えていたんだ。確かに、当時、パソコンゲームの媒体として、利用されていた、フロッピーディスクは、ROM カードリッジに比べても、大容量の媒体でしたから、技術的には、64KB の少ない RAM でも、うまく工夫すれば、なんとかなると考えたんでしょうね。そうなんだ。ところが、この最新技術である、この CD-ROM は、他のフロッピーディスクなどの媒体とは、全く違う仕組みで動いていたんだ。全く違う、仕組み？そう、以前案内したように、このマシンで、
快適にゲームを楽しむためには、二つの、重要な、ポイントがあったと思うんだ。確か、一つ目が、ナムの弱い弱いと、二つ目が、CD ロムプレイヤーの、読み取りの、能力だったような。そう、実は、この二つ目のポイントである、CD ロムプレイヤーの、光ディスクへの、アクセスの速さも、重要なことなんだ。この CD ロムロムでは、ゲームをプレイ中に、必要なデータがある場合は、大容量の、光ディスクの中から、必要なデータを探しに行くことになるんだけれど、当時の、この CD ロムプレイヤーの、ディスクへの、読み取り能力には、課題があったんだ。どういう課題？結論から言うと、すごく遅いんだ。ということは、CD ロムロムは、データへのアクセスが、低速だってこと。ということは、このマシンは、少ない容量のラムと、アクセスの遅い、CD ロムロムプレイヤーという、二つのデメリットがあるってことですね。そうなんだ。実は、この夢のゲーム媒体である、CD ロムは、大容量のゲームデータを、保有することができる代わりに、データアクセスのスピードが遅いという、デメリットがある、技術だったんだ。ということは、540MB という、大容量のゲームデータが、扱える代わりに、ロード時間が長いという、欠点があるということですね。そうだね。ロムカードリッジなら、容量は少ないけど、高速にデータに、アクセスすることができて、CD ロムの場合は、大容量だけれど、アクセスがとても遅いという、メリットとデメリットがあるということですね。そうだね。そのため、CD ロムで、ゲームを開発するには、データの持ち方を工夫するなど、CD ロムの特徴を、理解した、開発手法を考えないと、ゲームの途中で、ロードを頻繁に繰り返すことになってしまい、ユーザーは、ゲームを楽しむどころではなくなってしまうんだ。ということは、CD ロムロムでの、ゲーム制作は、今までの開発方法では、うまくいかないってことですね。そう、もちろん、当時のハドソンにそんな、ノウハウは、ない。この先、ハドソンの開発チームは、大丈夫なんでしょうか。悲惨なことにならなければいいのですが。まあ、CD ロムロムは、家庭用ゲーム機史上初の、CD ロムを搭載したプラットフォームだし、そんなノウハウを持っている人材は、世界中を、見渡してみても、存在しないからね。まさに、前人未到の、未開拓地への、挑戦だったんですね。そう、このマシンは、すべて初めて尽くしのため、ゲームを開発して、実際の実機で、試してみないことには、何が起こるかわからない状態だったんだよ。ハドソンにしてみれば、もう、当たってくだけのという、ノリだったんでしょうね。そのため、このメーカーは、CD ロムでのゲーム開発の、ノウハウ不足と、ラム問題から、このマシンでの、ゲーム開発では、大変な目に遭うことになるんだ。一度当たって、砕け散ったってことですね。その中でも、後に、CD ロムロムの人気シリーズとなる、あの名作では、ゲーム開発を、すべてやり直すほどの、悲惨な目に遭ってしまうんだ。もしかして、そのゲームタイトルというのは？それは、また、次の動画でご紹介させていただきます。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。